明港東大橋は、伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸道路の東海 IC から明港潮見 IC 間にある、橋梁。名古屋港を横断する、明港トリトンの一つである。1998年3月30日に、橋梁を開始した。東大橋は、新宝府島と潮見府島にまたがって架橋されている。両府島間の水域は、相当数の船舶が航行するが、 塩見不湯が主としてエネルギー基地として造成された経緯から危険物、積載線の航行が多いことが特徴となっている。また、塩見不湯と新宝不島は完成自動車の積み出し基地となっていることで、元橋の建設過程で作業員に負担を強いることになった。完成自動車に対して、鉄粉、塗料及び金属から出るサビ汁が、 新車に降りかかれば商品価値を著しく損ない、高額な保証に至る可能性もあることから、雨天時に床板に溜まった水を拭き取るなど、飛散対策に神経を使うことになった。さらに危険物取り扱いの塩見不当は、消防法によって、火器の使用が厳禁であることから作業所より、灰皿が一掃され、休憩中に、タバコで一服することが禁じられた。 事業主体の日本道路公団の担当者は、このことによって作業員のストレス増大から来る事故の誘発を懸念したとされる。新法不当都市をみ不当館の水域は、航路がそのほとんどを占め、なおかつ不当の間隔が三橋の中では最も狭い。さらに水域に接して明美ミナ都市をみ IC が付設されていることは、東大橋の構造に大きな制約を加えることになった。 大型船舶が航行することから主ゲタと連動して、主頭も高くなっている割に、中央警官に比べて、側警官が短いアンバランスさが、東大橋の一大特徴である。元橋は三警官連続車張り橋であり、A 型の2本の主頭とその両端の橋脚により、構成される。本港では、日本道路公団の故障に従い、潮見不当側の橋脚を P-1、 同主等を P-2、新豊不等側主等を P-3、同橋脚を P-4 として記述する。水域のほとんどを航路が占め、さらに明美な都市を見 IC が近接する条件が、東大橋の構造を得意なものとした。出展、国土交通省、国土画像情報新豊不等、潮見不等ともに完成自動車の保管駐車場のため、ものや、 サビジルの飛散が許されないなど神経を使う作業となった。東大橋をくぐり抜ける自動車運搬船。このため桁下空間を40メートル確保している。また、水域のほとんどが航路となっている。近所不当から望む東大橋。塩見不当は輸送所が展開することで危険物取扱区域である。消防法によって、 下記の使用は現金で作業員は休憩中にタバコが吸えなかった。P-2 基礎は塩味不当に近接することから月島工法によるニューマチック系算工法を採用した。この結果基礎と不当が地続きとなっている。指示層は東海層でその深さは海面下30メートルにあって名美なナトトリトンでは最も浅い。3大橋の地層断面は 東海総群が基礎をなし、西に向かうほど深く傾斜することから、他の二橋はそれよりも浅い位置にある地層に指示を求めたが、東大橋は、東海総が近接するため、直接指示地盤とした。基礎形式は、海中部橋脚の P-3 が、フローティング工法による、ニューマチック計算、同じく海中部橋脚の p には、潮見不当岸壁に近接して、推進も、 浅いことから、月島工法による、ニューマチック計損を採用した。端部橋脚の P-1、P-4 は、現場打ちコンクリート杭である。このうち P-2 は、鋼や板による二重締め切りの上で、その中に土砂を投入して島を構築した。整地後、計損安定沈下及び急激な沈下を、 抑制するための地盤改良を施し、軟弱地盤の中石粘土層に砂食いの複数打ち込みを行った。陸上部の P-1、P-4 基礎は長さ30メートルの交換食を複数打ち込んでいるが、これは埋め立て地であるために地盤が軟弱であることを考慮したものである。構想段階では逆、Y 型もしくは逆、V 型で検討されたが、 発散振動抑制のため A 型となった。首都形状は台風安定性を考慮して A 型が採用された。当初は三強の中で東大橋の右脈 Y 型もしくは逆 V 型で構想されたが、風洞実験によって強軸方向風による振動が確認されたことで水平量を1本加えることで振動を抑止できた A 型を採用した。ただし、 下段水平量より、下想は、部高の寸法を抑えるために、V 字型に絞り込み、中央大橋と共通のイメージとなっている。首都高さは125メートルである。主下幅は、中央大橋と同サイズであるが首都高さはそれより低いため、中央大橋と比較すると、東両柱の傾斜角度が大きくなっている。 P-1 橋脚は明美な年を見 IC に食い込むことで規模が大きく、中央大橋の P-1 のコンクリート使用量13,700立方メートルに対して、東大橋は17,800立方メートルと約1.3倍である。この幅広、橋脚に乗る手義多も幅広となっているが、それについては後述する。主刀の色は、明度の高い青を採用した。 爽やかな空と海のイメージを表現したものである。首都仮設工事は3段階に分けて施行された。最初は、陶器部をアンカンフレームに仮設し、それ以外を2段階で仮設した。工場にて、陶器部とそれ以外の A 型の塔柱をあらかじめ大ブロックに組み立て、フローティングクレーンで吊り上げて現場に栄光し、一気に組み上げた。陶仮設に用した工期は、 約6ヶ月である。P-1、P-4 橋脚は下段水平両以下の V 字型の統計上に合わせて逆台形とした。橋脚中央にはスリット1本を設け、景観に配慮した。P-1 橋脚。幅広の橋脚である。P-2 手刀。P-3 手刀。P-4 橋脚。橋脚中央にスリットを入れた。 シュゲタ断面図。側景観側のシュゲタには、カウンターウエイトとして、鉄筋コンクリート床板を採火。シュゲタ併合部。併合完了は1996年8月。3大橋に共通する薄型の変形六角形断面である。上下線を一体的にまとめた1箱ゲタで、上下分離の2箱ゲタとしなかったのは塗装、点検等の維持管理面の容易さと。 ねじれ高度を高く取れること、および強度が増すことで桁高さを低く抑えられるからである。上下線一体であることから桁幅は、標準部で37.5メートルである。桁下の航路空間は、大型自動車運搬線の航行を考慮して40メートルを確保。このため桁高さは、TP プラス46メートルとなっている。東大橋は、中央景観に比べて、 川系馬町が極端に短く、その比率は145メートルプラス410メートルプラス145メートルで、西大橋の176.5メートルプラス405メートルプラス176.5メートル、中央大橋の290メートルプラス590メートルプラス290メートルと比べてもその、短さが際立っている。その結果、テーブルの張り方は、 等の左右で大きく異なる。それがもたらすものは、側景管内で桁を吊り上げる、遠直方向の力と、荷重のバランスが崩れることによる、大きな桁曲げモーメントの発生である。これにより側景管の主桁は上に向かって跳ね上がる、不反力が発生し、P-1、P-4 強脚と主桁を連結する、ペンデル首相の負荷が大きく、維持管理上、好ましくないとされた。 このため、ペンデル首相にかかる負荷を極力抑え込むために、カウンターウェイトを採化した。1500立方メートルのコンクリートを、シュンゲタのデッキプレート上に、鉄筋コンクリート床板として、東側景観が33センチメートル、西側景観が26センチメートルの厚みで、上積みして、不反力を軽減している。西側を薄くしたのは、インターチェンジのランプウェイが。 シュンゲタに取り付くことで、桁重量が増すことから、東側とのバランスを考慮して、重量を減らすためである。このコンクリート打設は、側景幹部であり、この付近には、完成自動車のモータープールが近接することから、コンクリート打設中及び打設後に発現する、ブリージング水の飛散防止策が必要となった。これについては、風によるひび割れ予防とも、 相まってブルーシーシトをかぶせることで対応した打設は西側は明美な都市を見 ICE を使用して近接する高架橋にアジテーターを設置して主ゲタに送り込むことができた。一方で東側は隣接する橋が未完成であったことで、橋上の作業ができなかったことから、新豊富島にコンクリートポンプ車を配置の上、 40メートル上空の現場まで打ち上げることで対応した。一方で中央警官部は明港中央大橋と同様の鋼床板を採用している。ここで問題となったのは川警官の RC 床板との接合部であった。もろもろの検討の結果、鋼床板部と RC 床板部をいきなり境界で分けるのではなく、 なだらかな坂にして r c に移行することとした。ただし、r c から後部に向かうにつれて、コンクリートの厚みが薄くなることで、走行車両の荷重がかかった際に引っ張り、荷重に対して鉄筋が十分な体力を発揮できず、ひび割れが生じる恐れがあった。このため、鋼への移行部には、スチールファイバーを混入した、光繊維補強コンクリートを打設している。 上記の通り、側景観側のうち、P-1 側は明美な都市を見 i C が近接することから、P-1 橋脚側が、P、P-2 主頭側と比べて、約10メートル幅広となっている。さらに、P-1 側が若干カーブするなど、他の主下タとは、形状が著しく異なる。主下タ仮説は、側景観側が陸上であるため、 ベント併用による張り出し仮設工法を採用し、全体に先駆けて、側景観部を仮設した。次に、海上区間は、フローティングクレーンが使えるところは、複数ブロックを一体に組み上げた大ブロックで仮設し、以降、中心部に向かって、直下釣りクレーンにより一ブロックごとに、海上から吊り上げる張り出し仮設工法により、接合した。 最終ブロックの併合は1996年8月10日に完了している。なお、ベントは、その巨大さと批判要請から、他工事との使い回しが行われず、工事ごとに新規製作の上、主ゲッ設置後は廃棄されるのが通例だった。しかし、たまたま首都高速道路公団が、鶴見翼橋のベント6機の使用終了後に、東大橋への転用使用について打診があり、 日本道路公団はこの申し出を受けることにした。転用にあたっては改造で対応したが、それでも東京から名古屋までの輸送費と合わせても新規政策と比較して約3億円の経費節減となった。東大橋と西大橋の景馬町の比較図。東大橋は西大橋と比べて側景観が短い。両橋を比較すると、 中央景間はほぼ同じであるが、側景間は西大橋に比べて約30メートル短い。ケーブルは放射状に伸びるファン型。ケーブルカラーは黒である。セミパラレルワイヤーで直径7ミリメートルのアエンメッキ光線を平行に束ね、その上から防錆びケーブル保護のために高密度ポリエチレンを直接押し出して被覆した。なお、ケーブルカラーは、 手刀の色が映えるように黒とした。ケーブルは手刀から放射状に伸びてシュゲタに連結している。シュゲタの両サイドで連結する二面釣り方式で12本のケーブルで支えるマルチケーブル配置である。ありがとうございます。